言ってもただの思いつきだけど。それだよ。誰か力を貸してくれる人いないかしら。あ、フワキャラはどうかな。はぐみもフワキャラには笑顔にしてもらったもん。フワキャラのみんなならきっと遊園地を笑顔にできると思う。確かにフワキャラのみんなは私に負けず劣らずの魅力の持ち主ばかりだからね。それいいアイディアかも。ミッシェルも人気だったし、フワキャラファンの人がたくさん来てくれそう。よし、はぐみもマリーになって盛り上げるよ。エージェントのおじさんにフワキャラ呼べないか聞いてみる。それじゃあ私は水族館の人に力を貸してもらえないか聞いてみようかな。水族館って迷子のペンギンさんが住んでるところのこと？うん、あの水族館、移動水族館をやってるの。私を笑顔にしてくれたみたいに、ペンちゃんにお客さんを笑顔にしてもらえたらいいな。遊園地に水族館を呼ぶってなかなかすごいこと考えますね。ダメかな。いえ、アハロハピらしくていいんじゃないですか。何でもありって感じで。ああ、いろんなアトラクションがあった方が賑やかで楽しいはずさ。カオルは誰か心当たりいる？そうだね、一人遊園地を華やかに彩ってくれる人物を知っているよ。え、誰誰？みんなもご存知の怪盗アルハッピーさん。あの怪盗の力を借りて謎解きイベントをしてみるのもいいと思わないかい。豪華客船から遊園地へ舞台を変えてミステリーの世界へ誘う儚い